異例のファーストレディー外交についてですここからは FNN ワシントン支局の中西光介記者に伝えてもらいます中西さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします 現在アメリカを訪れている岸田総理夫人の優子さん総理の地元と同じ広島県出身の58歳です、うん、岸田総理とはお見合いで結婚しました今回バイデン大統領夫人のジルさんの招待によって今回夫人単独では初めての訪米となりました 子夫人は岸田総理が訪米をした1月に本来、同行する予定だったんですけどもジル夫人が健康上の理由で会談などに同席できなくなり子夫人も同行ししませんでしたそのため今回、改めてジル夫人が裕子夫人の訪米を日本側に打診したことで異例の単独訪米が実現したんです今日裕子夫人はジル夫人とホワイトハウスでおよそ2時間にわたって懇談しました。 これまでゼレンスキー大統領夫人などとの懇談は30分程度だったということでこの2時間という長さも異例といえそうです、そしてこちらの写真なんですけれどもこれはですね裕子夫人が立てたお茶を2人でジル夫人と飲んでいる様子なんですがこの茶碗とお菓子。 この2つなんですけど、この器とお菓子が優子夫人が全て自ら準備して日本へ日本から持ち込んだものだそうです。うん、さらにこちら、昼食会の後にはジル夫人の案内で予定にはなかった大統領の執務室の訪問し、バイデン大統領とも面会しました。バイデン大統領は部屋を案内してくれるなどサプライズがあったそうなんです。そしてその後、日本語を学ぶ学生たちとも交流しました。 日本での好きな食べ物を教えてください <laughs> たこ焼きだな、えー、夫人と交流した学生の皆さんは3月に日本に留学していたばかりの学生ということで、うん、総理夫人との懇談にはかなり喜んでいる様子でした、うん、しただこの裕子夫人の訪問には異例な点がありましたまずこちら異例の警備体制ということなんです こちらはです、ね、ワシントンに到着した際の様子なんですが、ここはいわゆる VIP の入り口なんです。日本から来る大臣なども、一般の人と同じ通路から本来は出てくるため、ここを使うのは、中国や北朝鮮の高官などか、かなりの重要人物が使うイメージなんです。日本側は、一般の方と同じ対応でと言っていたようなんですが、アメリカ側の要請でこれが変更されたようなんです。 まあジル夫人の正体という点やえ岸田総理に爆発物が投げ込まれるという事件もあった中で、うん、まあ警備をさらに強化する形にしたとも言えそうです、うんまあ、時期が時期ですからね、まあ、この厳重な警備という中であの取材の中で夫人の様子ってどうでした、はいえー、そこなんですが、うん、メディアに対しては異例の無言だったんです。 私もマイクを向けたんですが、裕子夫人は残念ながら、ほとんどメディアの前では話はしませんでした。本当ででですね、まあ、慌たたしししいいいスケジュールなのかかどううててここまで無言を貫いていたんでしょうか はい、ここなんですけれどももともと裕子夫人控えめな方なんですけれども、まあ、関係者によるとですね、まあ、今回は特にまあ史上初の単独訪問ということもあって まあ相当緊張し、また出現なども恐れたため、対応を控えたのではないかと言われているんです。まあ、ただですね。このジル夫人との懇談の雰囲気、とても良かったようなので、まあ関係者からはまあ訪問の成果をもう少し話しても良かったのでは、という声も上がっています。まあそうですね。確かにそうした話は聞きたいところです。けれども、中西さんがこの言葉以外でこう取材で見えてきた優子夫人の印象的な姿どんな部分でしたか？ はい、そこが注目の裏情報なんですこちらです。ファーストレディー外交ポイントは桜です。<お>今回の裕子夫人の訪問中には至る所に桜がありました。まず裕子夫人は非公式に全米桜祭りの関連イベントを視察しました。この桜祭りなんですが開催期間中には150万人以上が訪れ。 まあこのワシントンが日本に染まるようなイベントなんです。この訪問は裕子夫人の強い思いで実現したということなんです。さらにですねこの胸元にはワンポイントの桜のブローチもつけていました。そしてこの時ばかりは夫人も笑顔で感想を話してくれました。裕子夫人、ご印象いかがでしたか。どうでしたか。

さらにこちらの写真もご覧くださいえ全体がピンク色になっているんですけどもこれ実はホワイトハウスが桜をイメージして優子夫人のためにライトアップしたということなんですさらにこちらの映像もご覧ください空港から運ばれるダンボールなんですけどもこれ関係者によりますとこの中にはバイデン大統領夫妻に贈るお土産もあったそうなんです そのプレゼントの中身も、桜にちなんだお土産を送ったということなんです。桜はですね、やはり日米友好の象徴としても広くアメリカで知られていて、裕、ま、子、あ、夫人のこだわりにはですね。岸田総理の下で、さらに日米関係がうまくいってほしいという。そういった願いが込められていた,ていたのかもしれませんはい。中西さん、ありがとうございました。 え原さん、この裕子夫人の桜外交、裕子夫人は広島の民間企業の役員秘書も務められたように聞いているんですねですからあの民間人としての分、うん、振る舞い分かっていらっしゃるのかなというふうに思いますね、うんうん、で監督の監督は私のところもですね、はい、夫人、奥さんなんですね、だから木田さんの監督は奥さんにあるのかなというふうに思いますね, <laughs> ね支えになっているといるうことですね。はい